浴衣祭りらしいですなんか今日だけアバターがもらえるみたいな、今日限定。嬉しいんですよ48グループの各アバターがもらえるらしくって、そうそう、そんな感じですね。だからアバターゲットしてみてください。NGT の。あついでありがとうございます。おはようございます。ねえ、ちょっと聞いてほしいの。もう。青がなんで今日髪の毛を下ろしていないか。ひまわりありがとうございます。あのね、普通に10分だけ寝坊しました30分に目覚ましかけてたんだけど39分に起きちゃって、でそれで多分その30分のね目覚ましだけで起きれなくて、青で多分それで止めなかったの目覚ましだけを。そしたら多分スヌーズ機能が働いてくれてスヌーズ機能で39分に起きたんですね。で相手も35分から準備始めるの。結構この30分の間の、まあ、約10分ロースっていうのはだいぶ大きくて本当に、だから今日は髪の毛を下ろしていないです。そんななんですよ。くしゃみが出そう。出ない。それでできなかった髪の毛を下ろせなかった。そうなんです、公式 LINE アカウントができましただいぶ大きいね、だいぶ大きいと LINE の公式アカウントの追加の仕方は LINE で検索するところがあるんですね、なんか上の方に普通に検索すること、あ、それか URL、 青が昨日インスタのストーリーにあげた URL を見たら追加できると思います。あと青のツイッターのツイッターにあげたQR コードも読み取ると追加できると思います。
あ、UR コードだなんで QR って言って、え、QR コード URL、 QR コードだ、合ってる？なんかさ、画面が暗いんだよね。さそんな感じでございますあのね、あれだよ、あのね、あのね、なんか打つと帰ってくるよなんか打つと帰ってくるよ。あの LINE猛暑らしいから気をつけてね。気をつける。昨日も暑かった、昨日も暑かったけど、昨日はな、昨日も暑かったステージ立つのはドキドキ勝ちますか？ドキドキとワクワクがどっちが勝つか。ドキドキとワクワク、緊張するか楽しみかみたいな。青は楽しみ。青は楽しみです。緊張するのは多分もっと直前になってから多分メイクしてる時は緊張しない、してない、まだもっとギリギリになったけど、めっちゃ緊張しだす。汗ね、汗めっちゃかいたね昨日。一昨日のレッスンはかいたけど、まあ、そんなかがなかったんだけど、昨日はもうめっちゃ踊ったパターンあるんだろう、何パターンだっけ、結構あったと思うちょっと覚えてない。昼間が毎日35度を超える。昼間35度超える、まあでも朝30度超えの方が結構きつめ昨日はめっちゃ動いて、朝起きた時若干筋肉痛だった。おはようございます。あのね、右腕がね、めっちゃ筋肉痛右腕めっちゃ筋肉痛なんだよね。じゃあ、青さ、あの最近ね、汗かいてもあの前髪割と残せるようになったんですよ。まあなくなるんだけど割と3本にはならなくなったのね、前髪汗かいても。でも昨日はね、3本にはならなかったけど5本くらいにはなった。
本当に体の水分本当に抜けてた。なんかカーラーを使って前髪を巻くと、あのね、保つ。アバター着替えました。本当だ、ありがとうございます。ありがとう。自主気をつけます。みんなも気をつけて。体重はね、でもどうなんだろう、水分抜けてるからどうなんだろう。でも髪の毛で汗で濡れるから、その分の水分重くなるかもしれない。でもなんか、あのね、最近ね、体重測るときに自分の体重も分かるようになった。もう予想できる。研究生で背比べした。え、そうなの、ちょっと聞いてほしいんですけど、あのね、研究生でなんか誰だっけ、ゆめかな、なんか誰かに伸びたねって言われて、本当だ伸びたってなって、どんどんなに、みんなと背比べしたんだけど、まだね、力のこと超えられてなかった。そう、ちっちゃいもんよりは、ちっちゃいもんよりちっちゃいもんの中でも一番ちっちゃかった。でも、あの、差的な問題で言うと、もうね、ほんともうこれくらいで、もうこんなにしかない。あの、差で言うともうこんな、もっとあったのに。でも伸びた、多分絶対伸びたねって言われたから。違うね、156らしい。え、ってことは156ないってこと。この前測った、まああれはまあ確かにあんまり正確ではないけど。いやー、嬉しいね。あと、じゃあ今の身長155センチだと仮定して、わかんないけど、ちゃんと正確にわかんないんだけど、仮定してあと2センチは欲しいかな。最低あと1センチ欲しいかな。サルとミュウミュウ、ミュウミュウだった気がする。155いってると思うんだよね。それかもう 154.8 とか7とか、それはもう155と言いますけど。それは嘘です、それは嘘だけど。それは嘘だけど、バターゲットどうやるんだろうね。えらい、あ、でもこっちでできないや、今調べようとしたけど。そうそうそう、で
もサラは本当にでかい、本当にでかい、会うたびに伸びてる。青は、青も会うたびに伸びてると思う。でもサラは本当にでかい。でも言うてはるかもでかいんだよね。あ、見ただけでもらえるみたいです。え、じゃあ青ももらえるのかな。青もそのアバター欲しい。あー、そうなんだ。だってみんな、イエーイ。エアオも欲しいな。やろう、後で。そうなんだ、見ればもらえるんだね。あお、これ見たって言うのかな。後でやってみる。やんなかったら、あ、できなかったら今日誰かの配信見る。すごい、みんなが、あ、そうでもなかった、もっといっぱいかなと思ったけど。NGT のアバターもらう。お、今ね、キノコなんだよね。今キノコなんだよね、アバター。なんかね、よくわかんないキノコだった。今日はお茶祭りじゃないよ。お茶は今日、お茶祭りじゃない。今日は浴衣祭りです。いいな、お祭り。今日は夜配信しないです。でもなんか9時に、なんかなんだっけな、なんかあるみたい。ショールームの。でも今のところしない予定でいる、夜配信。でも 30% くらいの確率でやるかもしれない。8時半とか。それくらいから間に合ったら。なんだっけ、なんかあるんだよ、9時に。また分かったら連絡しますね。多分やるとしたら8時半くらいかなーって自分の中で思っております。でもね、確率はね 30% ぐらい。なんかさっきから鳥の影がパパパパになってる。ゲリラ配信、ゲリラ、うん、確かに若干ギリラかも。でも告知はするかな、どっかの SNS で。おはようございます。だから待ってて。
雨降る確率みたい。確かに 30% くらいの確率でやらせていただきます。じゃあちょっともう今日もう朝に 朝ごはんじゃない、明日の夜ごはん言うね。今から明日の夜ごはんを発表いたしますね。どうしましょう、明日の夜ごはん何がいいかな。最近食べてないものはなんだろう、どうしようかな。よいしょ。あったコメントに、明日の夜ご飯はカレーにします。カレーです、カレー、カレーにします。カレーでも、カレーでいいカレー何が好きですか。カレーなんか好きですか。みんなはカレーのか。でも最近ね、自分でカレー作った時も甘口作ったんだけど、もうちょっと辛くてもいいかなと思った。キーマカレー美味しいよね。自分で作れないけど。マイページはショールームの、どうだっけ、だからアカウントのないあれだからどこにあるか分かんない。多分左上の3本線のとこにあると思いますあのね、次カレー作るときはね、甘辛じゃない、甘口とね中辛をね混ぜる スクショタイムします。じゃあ画面が暗い、なんか青が日焼けしたのかな。全然曇ってない、めっちゃ晴れてる。普通にいつも通りの。髪の毛下ろしてないとさ、暗くなるのかな。ポニーテール、マジで即席ポニーテールすぎて、本当に髪の毛今くるくるのぐしゃぐしゃだけどいいななので、ちっちゃい。あ、手大きい方だよ、結構。割と。何センチか分かんないけど。何センチか分かんないけど、もう測ったけど、分かんないけど。測ろう。手めっちゃでかい方よ、割と。足もでかい方、割と。
や手何センチだったっけな、16とかだから20センチぐらいある気がする、私の手分かんないけど。でもね、このねこうやった時めっちゃね手開くのね、すごくないこれ、あすっごいめっちゃね指開くの、多分ピアノやってたから、なんかもうここの こうやった時のこの幅がねめっちゃ広がるのこれはの特技、ほらめっちゃ開くの、ほらたぶんピアノやってたからピアノやってたからです。そう本当にでかいんで、でかいけどめっちゃ広がんの、あと足もねめっちゃ広がんの、足の指めっちゃ広げられる、なんかこれバレエやってたからかもしれないけどあもう29、ありがとうございます。そんな感じで今日もありがとうございました。 30% くらいの確率で夜もやるかもしれないです。そんな感じで今日もありがとうございました。あもうすぐ半になっちゃう。ゲストたちねありがとうございました。みんなこのアバターゲットしてね、あもうちょっと後でやろう今日もありがとうございました。バイバーイ、みんな行ってらっしゃい、行ってきます、行ってらっしゃいバイバーイ。